ではこの番組は世の中のニッチで変わった内容の本誰が買い取んねんという書籍を集めて深掘りしていこうという番組でございます、うん、さあ本日はどちらから。本日はですね、中目黒にあるスペースユーティリティコープです。本屋さんなんですか。こちらが2階にあるデザイン会社が経営しているレンタルスペースらしいんですけど、フロアの一角にフリーペーパーのコーナー、おお、いわばフリーペーパーの専門店。へえ、そういうことね。え、だから本当にタダってことですか。ただ、へえ、フリーペーパー側の方から紙代だけはくれみたいな感じで、有料のフリーペーパーの方が置いてはいるらしいです。基本的にはってことですね、はい、じゃあほぼほぼもう儲けはないってことですね。何のためにやってんのそうどういう人が来るんですか。これはデザイン系の学生さんとかが、教師とかの、勉強っていうことですね。でもなんかフラット三浦淳さんとか来そうやまあ好きそうやな、そういうのはな、なんかね。で、今週の方から、はい、なんじゃこれ。片手袋研究入門、これでももしかしたら今までで一番ニッチかもしれないですよね。ここに注目しようと思ったことがない。まあでも見たことない人はおらんぐらいやっぱ手袋って落ちてますもんね、うん、俺ゴミの番組やってるからよー見るんすよ、ゴミ拾う番組、うん、もう軍手はもうほぼ無視落ちすぎてて、確かにこの片手袋っていうのが面白いですよね。確かに片手っすよね、両手ではないもんな、手袋って、うん、うん。はじめまして、はい、片手袋研究家の石井と申します。そんなんないですよ。片手袋研究家ってこういう格好の人なんだ。いやいや、唯一でしょ。え、石井さんは何をされてはる方なんですか。あの、まあ、片手袋を研究して言い張るわ。それ以上でも以下でもないか、当たり前。普段は飲食業やってますけども、はい、お店やってらっしゃる。お店やって、はい、ただある番組出た時にこれで、うん、まとめサイトみたいのができてて、片手袋研究家を調べてみたみたいな。で、片手袋でだいたい年収400から600万って書いてあって、両手やったらその倍やね。これ日本に片手袋研究家は石井さんだけですか。厳密に言えば写真を撮ってらっしゃる方は世界中にいらっしゃいます。やっぱり世界でも片手袋っていうのは落ちてるんです。ロストグローブ。ほー、じゃあこれもう世界のあるあるない。はい、トム・ハンクスとかね、うん、もう片手袋やってますし。どういうことっすか。トム・ハンクス一時 SNS にずっと片手袋上げてました。ハマってたんや、はい、トム・ハンクス。トム・ハンクス、これはきっかけは何やったんですか。きっかけは小学生の時に、うん、手袋っていう絵本を読んだんですよ、うんうん、ほうほう。それが、まあ、結構世界的に有名な絵本 で実際街に落ちてるっていうことに気づいて、そっからはあるなあるなっていつも探すような感じだった。まあ、それぐらいだったんですよ、まあ、それぐらい、それぐらい、みんなそこで止まるんですよ、はい、2004年頃にカメラ付き携帯を初めて、はい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 、で夜コンビニ行くのでこう家を出たら、うん、目の前に小さい頃から気になっていた片手袋があって、うん、まあ、軽い気持ちで、うん、あ、そういえば今写真撮れると思って、ほうほうほう、撮ったんや。と撮った瞬間に、うん、まあ、本当にちょっと説明が難しいんですけど、はい、もう本当雷が、いやいやいや、もう典型みたいな。すいません石井さん、落ちないっすね。片手袋撮っただけでは。もう そこで分かったっていうか、これだと、これ神のお告げぐらいの、はい、お前は片手袋研究家に宿に生まれたんだっていうことそれ何歳の時ですか。それ24、5でした。遅いな、大人だったら。遅めやなで持って帰りはるわけでもないですね。あ、それは大事なとこで、もう絶対に触らない。あ、触ったらあかんすか。だからこれは人のもんだっていうことですか。あと、なんかこうだんだん面白い形とかに自分でしちゃうのが怖くて、はい、じゃあもうこれはもう全部ありのまんまや。そこのドーピングが。いやいや、1回2回はあるでしょう。石井さん、石井さん、ほんでやってもいいっすよ。もうなんねんから。それもね、さっきのと一緒でね、誰かが見てる感じが。神様が。そう、違うぞと。やっぱありのままで撮るのがいいってことですね。いやいや、この木の枝とかこれやってるでしょ、絶対にご自身で。確かにこれはさすがにこれはやってるでしょってのあるんですけど、全部ありのまま。森さんもガチガチ、はい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 、すごいね。
なんでそのさっきも言ってましたけど両手ないんですかあれは。だそれが、うん、この、ね、研究は、はい、分かってきたなと思った時に、うんはい、例外が出てくるんですよいやいやまず分かってきた時のことから教えてもらえます、うん、いやだんだん、うん、それこそあの、うん、片手袋だけなんで片方だけ落とすんだろうと思ったら当然のように両手袋も出てくるんですよ、うん、あやっぱそうなんや、はい、おうおうおうところが結構、うん、150m ぐらい離れて同じやつが落ちてたりするはあれ待てよと、うん、じゃあこれは片手袋2つなのか、うん、両手袋なのかその境目はどっからになってくるのかとかそれ細かい疑問が例外がどんどん出てくるから気づいたら18年18で深いのよ、ね、どんだけ熱く話されてもいまいちのめり込まれるちょっと分からへんとこあるもんなこれでもこんだけ分厚いじゃないですか、はい、何が書かれてるんですかだって物語とか分からないですだっていやその先のあまあねそうね要は、うん片手袋研究って、はい、あの要は写真撮ってる人は世界中にいますけど、うん、研究してる人は世界に僕しかいないので、はいはいはい、まず何を研究すればいいのかってとこから始めなきゃいけなかったんです、はいはいはい、で片手袋とは何かっていうその定義を一冊かけてあの決めていくっていうここ中で定義はじゃあちなみに何なんですか片手袋最初は冬とかによく街中で見つける片方だけの手袋ぐらいで始まるんですよ、はいはいはい、この本は、うんうんうん最終的には片手袋、うん、人間の生活や都市の変化、うん、およびそれらの記憶や予兆っていう定義に、うん、そんなわけない予兆って何やそれ予言これ一冊かけてそういう定義に落ち着きますいやいやいやもう訳が分からんできるだけ壮大にしただけ予兆があるんですかじゃあ何の予兆っすかそのつまりね今こうしてることも片手袋なんですよおい袋帰ってもらえ袋帰ってもらえもうええわもう完全に頭いってもてるな初めて俺帯書く気もないわもう何を言われても、はい、僕は動じませんこれは片手袋なんですよこれも片手袋なんだと片手袋何がですか、ね、してるんだから、ね、どこが片手袋なんですかつまり例えば今日この撮影があります、はい、お二人がここに来ました、はい、それを準備するためにスタッフさんが集まる、うん、僕もここに来る、うん、そういう日常、うん、生活、はい、都市の変化、はい、そういうものがなければ片手袋って生まれないんですよどういうことですか例えばこういうことがあるんですよ、うんうん、自動販売機の前に片手袋が落ちてきました、うんはいはいで毛糸でした、うん、あおで冬でした、はいはい、あおそらく買う人がお金の取り出す時にあったかいコーヒーとか買おうとして落としたんだろうと、うんうん、同じ場所に夏、うん、軍手が落ちてたんですよ、はい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 、今度は、はい、あれと、うん、こうなってくるとおそらく今度はその入れ替え作業する人、はい、なんか作業中に補充の最中に落としてしまったんだろう、うん、でそうやって人がジュースを買う、うん、もしくはそれを補充する人がいる、うん、そういうこう循環の中で片手袋が生まれてくるわけですから今僕がこの光景が片手袋だって言ったのはお分かりいただきますわかるすごい噛み砕かれてわからないそうです、はい、むちゃくちゃ長々と噛み砕いてくれたけどわからなかったです落ちた瞬間とかって見たことないです、はい、それどうぞ車でもね食い気味のあります、うん、しかも僕はあの絶対に撮るって決めてるんですよ、はいはいはい、写真をね、はいはいはい、ですから例えばあのバス乗ってて見つけたらバスも降りますし、うんうんね、途中で消した、はいはい、途中 で、はい、でタクシーとかで見つけちゃったら家帰ってから自転車で戻っておやおや撮りますし結構触ってはいけないじゃないですか。だから取って、うん、その間向こうに行っちゃった人を走って追いかけてって落とします。いや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 拾ってくれやってなるじゃないですか。そこが僕ができるギリギリの。それはその時に言うんですか。すいません僕拾えないんですよって言うんですよ。本当に言いたいですよ。そういう顔してるから。はい、でもそれ言うとちょっと話ややこしくなる。でそれがハンカチやったらいいんですか。それがあらそのバスの話なんですけどもう僕できるだけ公共交通機関ではもう外は見ないんですよ、うん、もう見つけてまうから見つけてしまうからでちょっと気抜いて見つけちゃったんですよで降りて取りに行ったらハンカチいやいやいや知らんて何の漫談やねこれ研究家ならではの漫談知らんてあもうその時はあやってもうたしかよって
何が分かってくるんですか。まずはこれが放置型と介入型なんですよ。介入型、はいはいはい、高速道路とかどうするんですか。車運転して鋭い質問です。あらストリートビューで、はい、ああ、車運転できないですか。はまるとずっとやっちゃって、で酔ってきちゃって一回吐いたことある。何酔い乗ってへん、これ何酔い、車酔いみたいになってんねん。何酔い